コートジボワール、コートジボワール共和国、通称コートジボワールは西アフリカに位置する共和制国家。東にガーナ、北にブルキナファソ、マリ、西にギニア、リベリアと国境を接し、南は大西洋に面する。首都はヤムスクロ、ただし実質上の首都機能は旧首都のアビジャンが担っている。かつて日本では異役による漢字表記で、 造毛海岸共和国、造毛海,海岸共和国と呼ばれていたが、口実の理由から現在は使用されない。国名は、公用語のフランス語を正式名称としており、レピュブリック・ド・コット・ディブワール。通称が、フランス語では、国名、地名などの固有名詞が二つ以上の単語からなる、場合は、ド・デュニオン、ハイフンでつなげることになっているため、コート・ディブオートの表記も見られるが、 同国政府は、トレディニオンを挟まないものを正式名称としている。コート D ・イブォーは、コート、海岸、D、の意味するでのエリジオン、イブォー、増毛、すなわち、増毛の海岸という意味である。独立以前の植民地時代から、この地域にある海岸の名称として、以下のように、各国語えの意訳が行われていた。独立後も各国はこれらの意訳を、外名、 エクソニムとして用いていたが、1985年に、フランコフォニー国際機関がフランス語の国名コーディーブを違約しないよう求める決議を行い、翌1986年から政府が違約による、外ナの使用廃止と、フランス語国名の採用を各国に要請している。そのため、現在の英語表記はフランス語に従って、リパブリック・アブ・コート・ディブは、通称が、とされ、 アメリカ合衆国連邦政府も、この故障を採用しているが、英語圏の民間レベルでは今なお医薬のアイボリー、コーストが頻繁に見られる。中国語の場合、外交関係を有する中華人民共和国政府では、オンインテンシャのクオットディウワーを用いているが、外交関係を有しない、中華民国、台湾政府では、現在もシャイヤーハイアンがいられている。国民、の英語表記は、 アイボウリアン、独立後のオリンピック初参加となった1964年、東京オリンピックの開会式では、英語名のアイボリーコーストを型叶えて演者した、アイボリーコーストの名称で入場した。その6年後の1970年に開催された、大阪万博では、造毛海岸館の名称でパビリオンを出展している。百八十六年に、コートジボワール政府から、日本政府へ、 外名の変更を要請されて以降外務省大臣官房総務課が内規として定める国名表で増下海岸に加えコートジボワールも選択表記という形で公文書への使用が可とされた。これを受けて外務省編集の財団法人世界の動き者世界の国一覧表が増下海岸からコートジボワールに表記を変更し 日本郵便の宛先表記や NHK をはじめとするマスメディア各社、民間の書籍でもコードジボワールが使用されるようになっている。それ以降も法文上はなお増下海岸共和国が使用されていたが2003年に国名の日本語標準表記の根拠法令とされる在外官の名称及び一並びに在外交館に勤務する外務公務員の給与に関する法律、 在外交換設置法別表1の改正で当時は、すでに一般的でなくなっていた他の国名表記と合わせて見直しが実施され、法文上の表記に関しても増下海岸を廃してコートジボワールに統一された。これは、生態の変革等に伴う変更を別にすれば、日本語における国名の標準表記が変更された、初めての例である。2003年。 平成15年に日本で制定された在外交換設置法の別表一改正以降の日本語表記はコートジボワール共和国通称がコートジボワール一部の地図帳や社会科の教科書教育書籍等の文献では語感の都合からコートジボワールという表記揺れも見られる日本語ではカタカナ表記の字数が8文字と多くなるためコートジと略されることもあるが 中日コートジボワール大使館は、コートジボワールという国名に、残念ながら、略称は存在しない。コートジボワールとそのまま表記してほしいとしており、在コートジボワール日本大使館は、関係者間で何について話しているかわかっているという前提で、コートジと略すことはあるものの、公式な略称ではないとしている。15世紀に、ポルトガル、イギリス、 オランダなどヨーロッパの貿易船が奴隷と増毛の売買に来航した古生海岸、穀物海岸、奴隷海岸などとともに、この地には増毛の海岸、コート・ディ・ーブオーという名が付けられた。17世紀半ばにフランスが西アフリカ経営に乗り出した。1843年から1844年にがグラン・バッサムの王と条約を締結して保護国とし、徐々に沿岸部から、 内陸部へと支配領域を拡大した。1806年から1807年、1811年、1814年から1816年、1823年から1831年、1863年から1864年、1873年から1874年、1895年から1897年、1900年、 アフリカ分割が始まると、1893年に、フランスの植民地フランス領西アフリカとなり、1904年にアビジャン、1983年まで首都が建設された。全土の制圧は1917年にまでもつれ込んだ。シャルルド・ゴールフツ大統領の植民地放棄の流れの中で、1958年12月4日に、フランス共同退治国となり、 1960年8月7日に正式独立、初代大統領にはコートジボワール民主党、プドシーのフェックス・フェイコール・ボワニが就任した。プドシーによる一党政党フェイコール・ボワニ大統領のカリスマ性によって政治は安定し、開放政策が取られ、1960年代から1970年代にかけてネオ平均8%の驚き的な経済成長を遂げ、 その発展は、イボワールの奇跡、と呼ばれた。冷戦終結に伴う国際的な民主化の流れの中で、1990年10月に、初の複数候補による大統領選が行われ、ウフェイ,イコールボアニ大統領が7選。11月には、初の複数政党制での総選挙が実施されたが、プドシーが圧勝したが、イボワール人民戦線、フッピーなど、 野党も議席を獲得した。1993年にウフェイコール、ボアニ大統領が在職33年で死去すると憲法上の規定に則って国民議会議長でプドシー党員のコナン・ベディエが第二代大,大統領に就任した。1995年10月の大統領選では主要野党がボイコットする中、ベディエ大統領が圧勝。 11月の総選挙でプドシーが絶対多数を確保した。1999年12月24日、現職に不満を持った軍のロベールゲイもと参謀長らがクーデターを強行し、翌日には軍事政権国家国民救済委員会を設置。2000年に1月にゲイが第3代大,大統領に就任した。5月にゲイ大統領は民政復帰に向け、 新憲法制定のための国民投票や大統領選、議会選を順次実施する方針を発表した。7月に新憲法草案が国民投票で承認され、10月22日には大統領選も実施されたが、軍事政権は集計作業を中断させて、芸大統領の当選を一方的に発表した。しかし、市民らの抗議行動で芸は逃亡し、10月26日には、 フッピーのローラン・バグボが第四大大統領に就任した。バグボ大統領は27日にフッピー選挙対策幹部のウゲサン・アフィを首相に指名、挙国一致内閣が成立したが、共和連合、RDR は新政府に参加しなかった。2002年4月、ゲイによるクーデターで、フランスに亡命したベリエ元大統領がプドシー、党首に再選された。6月29日には、 ブルキナファソ国籍とみなされて、大統領選などへの立候補を拒否された、RDR 党のアラサン・ワタラモト首相が、コートジボワール国籍を取得し、大統領選へ出馬するものと考えられた。2003年9月19日、バグボ大統領の軍機構改革で退役を迫られた、ことなどを不服とする軍人ら約750人による、反乱軍、ムプシーが、アビジャンや、 ブ気ケなど主要都市で放棄した。政府軍との戦闘によって、反乱軍の黒幕と見られるゲーマエ大統領が死亡。一方の政府は、ドゥドゥ内省が殺害され、アミチアスポーツ省も身柄を拘束され、22日までに、戦闘による死者は270人、負傷者は300人に上った。22日にフランスは、自国民らの保護を目的に国軍をコートジボワールへ派遣し、 27日までに日本人11人を含む1500人を救出した。29日には西アフリカ諸国経済共同体エコアスがガーナのアクラで緊急指導会議を開き政府軍と反乱軍の仲裁に乗り出すことを決めた。バグボ大統領は10月12日にクアシ国防省を解任し自ら国防省を兼任すると発表。対する反乱軍は17日に 分けでセネガルなどの朝廷に応じて、停戦協定に調印、政府側も停戦に応じた。エコワスは26日に停戦監視のため、西アフリカ諸国平和維持軍、イーコモックを派遣することで合意し、11月には政府と反乱軍が、東後のロメで和平交渉を開始した。11月28日に、西部の満州編で、MJP や、ムッピゴを名乗る。 反政府勢力が政府軍と交戦29から30日にかけてはフランス軍とも衝突して反政府勢力の約10人が死亡しフランス軍も兵士1人が負傷する事件が発生したが2003年1月にパリ郊外で開かれた和平会議で3つの反政府勢力野党の拡大票が暫定政府発足と内戦終結の和平案に合意し 7月には双方が停戦を宣言した。この内戦の段階で、反乱軍コートジボワール新勢力 FN が急速に勢力を伸ばし、北部の地域を占領して支配下に置いた。政府は病院関係者や教師に対して FN 支配地域からの移動を命令したため、北部では医療、教育が崩壊し、衛生環境悪化など人道危機に直面している。 停戦後も政府と FN の対立は続いて南北の分断は固定化し国民の移動は禁じられた2004年10月に FN が巨国一致内閣より離脱した政府軍は11月4日に FN 占領地域を空爆6日に政府軍が部分けのフランス軍を誤爆し9名の仏軍兵士が死亡したフランス軍は報復として アビジャン空港などに駐機していたコートジボワール空軍機 SU-252 機ヘリコプター5機を破壊した。この反動で政府放送の先動を受けたシャルルブレグデが指導するバグボ大統領派の愛国青年運動がアビジャン資格所で暴動を始めフランス人の民家やフランス関連施設などに耐える略奪、暴行、殺人事件が発生した。避難できない。 外国人およそ数百名を急遽退去させるため、仏軍は市内の要所を一時的に確保、その間に退去者をヘリコプターでアビジャイ空港まで移送した。また、この際にフランス軍と群衆の間で銃撃事件が発生したが、実際の死傷者数、威嚇射撃の有無などに関する両国政府の主張に食い違いがある。2005年4月、 南アフリカの仲裁によって政府と FN ラ反政府グループの間で敵対関係の解消、反政府組織の武装解除などが合意されたが手続きは停滞した。国際連合安全保障理事会は10月に大統領選挙を行うことを計画していたが武装解除と大統領選挙実施に必要な住民登録ができないために9月に バグボ大統領の任期を1年を延長することを認めた。12月には、セイドエリマンジャラ、首相に代わって、西アフリカ諸国中央銀行、ブスオ総裁のシャルルコナンバニーが首相に指名され、挙国一致内閣が再度組閣された。2006年1月、国際連合コートジボワール活動、ノサイやアフリカ連合、英雄参加の作業グループが、 国民議会の任期延長を認めないと発表したとして、ジュンネ・パトリオットたちがアビジャン市内の道路を封鎖した。また、国内のフランス軍と PKO に従事する各国軍、バングラデシュ、モロッコ、セネガルなどの基地、フランス大使館、国営テレビ前で抗議活動が行われた。西部に駐留するバングラデシュ軍はそれらに発砲して4名が死亡した。結局、 ナイジェリアのオルシェ軍、オバサンジョ大統領が、作業グループには、そのような権限はないと認めて、騒動に終止符を打った。しかし7月19日、シャルルコナンバニー首相の推し進めている、選挙実施のための身分証明書の発行方法に、不満を持つ、ジュンネ・パトリオットが、アビジャン市内の主要な道路にバリケードを築いて、交通を遮断するなど、騒動が再燃した。 2010年10月31日、内戦終結後の和平プロセスの停滞から、再三延期されていた、大統領選挙が行われた。選挙には14人が立候補し、過半数を得た候補者はおらず、現職のローラン・バグボ大統領、ローラン・コボグボ、2000年10月26日就任、イボワール人民戦線と野党を率いる、アラサン・ワタラモト首相の上位2人が、決選投票に進み、 11月28日に投票が行われた。選挙管理委員会は2日、渡良候補が投票総数54%を得て、45%のバグボ大統領を破ったと発表した。しかし、バグボ陣営は渡良陣営による不正があったと主張し、バグボ大統領派の影響力が強く、中立性が疑われている。憲法評議会は3日、北部で、 渡良ら人へによる投票行為の妨害や不正が、あ、として一部地域での投票結果を取り消し、バグボを当選者とすると発表した。これに反発して、ソロ首相は辞任した。5日、バグボは、アビジャンにおいて、大統領就任宣誓式を行った。これに対抗して、渡良も、同じアビジャン市内のホテルで、国連平和維持部隊に守られながら、就任宣誓を行い、 ソロ前首相の続投を承認した。欧米諸国や国連は、渡ら当選の戦艦発表を支持するとの声明を出している。これによりコートジボワールは二重政府状態に陥り、混乱が続いた。二重政府のバグボ政権は12月6日に、ジルベール明け、ギルバートマリエエヌ、ゴボーエイクを首相に任命し、首相もギヨームソロと明けの二人が存在するという異常事態が続いた。 しかし、2011年4月11日、渡良川の軍の攻撃によってバグボが拘束され、バグボと明けの失脚が確定した。これを受け、4月12日には、バグボ川の軍の参謀総長や警察と憲兵隊のトップらが渡に対して、忠誠を誓い、5月6日には渡良が就任宣誓を改めて行い、異常事態は解消された。 コートジボワールの著作権法では、著作権の保護期間を著作者の死後99年と定めている。この規定は、世界で2番目に長い保護期間である2003年以降は、メキシコの100年が最長。コートジボワール軍は、陸軍、海軍、空軍の3軍と憲兵隊、大統領親衛隊から構成される。平成は選抜長平成である。人員は、 陸軍は6500人、海軍が900人、空軍が700人、憲兵隊7600人、大統領親衛隊1350人である。2007年の国防予算は3億ドルだった。コート・ジボワールは2011年以降、12の地方、ディストリクトと2つの自治区、ディストリクッツ・アウトノメからなる。欠片の気候区分によれば、 海岸部は高温多湿の熱帯性気候。内陸部のサバンナはサバナ気候に属する。1年の平均気温は25度 C33 度 C で11月から3月が暖かく乾燥、3月から5月が暑く乾燥、6月から10月が暑く湿潤と分けられる。海岸には多数の川が注ぎ、ラグーンと熱帯雨林が発達する。 最北部の500メートルへ徐々に高度を上げる。最高地点は西部国境の任馬山、任馬で標高は1752メートル。天然光がなく高波と浮きの洪水が自然災害である。IMF の統計によると2013年の国内総生産 GDP は約282億ドルであり、佐賀県とほぼ同じ経済規模である。また、 同年の一人当たり GDP は1175ドルであり、世界的には非常に低い水準である。独立後経済は順調に推移し、西アフリカの優等生と呼ばれ、イボワールの奇跡の下で比較的高い経済水準を維持した。一人当たりの GDP も他のブラックアフリカ諸国と比較した場合は低くない水準である。主要産業はカカオ、 世界一の輸出国、コーヒー、芋類、天然ゴムの生産を中心とする農業。他に、工業、石油、ダイヤモンド、林業、工業、食品加工、石油製品も盛ん。カカオ、石油製品、材木の輸出が好調なことにより貿易は、毎年約10億ドルの黒字を記録しているが、膨大な累積債務を抱え財政を圧迫。2010年代には、 気候の変化により、降水量が極端に減少。カカオの一大生産地であった地域でも農地が放棄される事例が出ている。バウレ人、アンイー族など、周辺に住むのセキコ系ラガネア、など、クル系、など、ドンズ、など、マリンケ人、など、を話すボルタイック系、など、の6大グループがあり、国内には63もの民族が住んでいる。 フェリックス・フェイ・コール・ボワニーの政策により、周辺国から多くの移民が流入した。公用語はフランス語である。他に、ジュラ語、バウレ語、セヌフォ語、ヤクバ語、アンイー語、コロジュラ語、セメ語などの各部族語も使用。2008年の推計によれば、北部を中心に、イスラームが国民の38.6%、南部を中心に、キリスト教が、 国民の32.8%を要し、土着の伝統宗教が11.9%、無宗教が16.7%である。6歳から12歳までの6年間が初等教育、12歳から16歳までの4年間が前期中等教育となり、16歳から19歳までの3年間の後期中等教育の後、高等教育への道が開ける。初等教育から、 フランス語は教授され、前期中等教育から英語などの外国語の教授が始まる。2000年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は48.7%、男性60.8%、女性38.6%である。主な高等教育機関として、ここで大学1964、ダボボアジャメ大学1966、 の名が挙げられる。通常の総合大学の他にも、グランゼコールや、各種高等専門学校が存在する。コートジボワールは、カリブ海やアメリカ合衆国の音楽を輸入する、ことには長けていたが、ガーナやギニアのように独自の音楽ジャンルを生み出すことは、なかった。一時、エルネストジェジェによって、伝統音楽を見直す潮流ができたが、 ジェジェが1983年に死去するとその心みは中途で止まり、現在もコートジボワール独自の音楽ジャンルは生まれていない。しかし、そのためにむしろレゲエやヒップホップなどの外来音楽の消化は盛んに行われた。特に全アフリカを代表するレゲエ歌手としてアルファ・ブロンディが挙げられる。 コートジボワール国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された、自然遺産が3件、文化遺産が1件、合わせて4件が存在する。また、無形文化遺産には、コートジボワール単独のアハウンカハノグボフェ、社会の横吹きラッパの音楽、2008年や、他2国との共同により、マリ、ブルキナファソ、コートジボワールののにまつわる文化的な慣習と表現。 2012年が登録されている。いくつかの祝祭日は進行する宗教や宗派により違ってくる。イスラーム関連の祝祭日に関しては、イスラム歴によるため直前にならないと、確定しないだけではなく、年によりいつ頃の季節になるかさえ違ってくる。サッカーが盛んであり、コート・ジボワール代表は1992年のアフリカネーションズカップで優勝し、 2006年のドイツ大会では予選でカメルーン代表を破って本戦への初出場を果たした。主なプロクラブとしてはイセクミモザ、アフリカスポールなどの名が挙げられる。2021年にはアフリカネーションズカップの開催国となる予定である。開催されれば1984年大会以来37年ぶりの開催となる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。